アムフリートはアムトラックが保有する一階建て客車である。アムフリート客車とも呼ばれる。バッド車により1970年代より1980年代にかけて製造された。アムトラック発足以来最初に発注された客車である。車体寸法は長さ85フィート、幅9フィート11.5インチ、高さ12フィート8インチ。2014年現在。 アムトラック列車において広範囲で使用され、1階建て客車の主力として活躍している。2階建てのスーパーライナーと並んでアムトラックを代表する車両である。ベースとなったメトロライナー電車アムトラックは1971年の発足に際し、それまで旅客列車を運転していた私鉄各社より約1200両の蒸気暖房の客車を継承した。しかし、 ヘリテージと呼ばれたこれらの客車は老朽化が著しく、根血に適していない場合も多かった。そのため客車の標準化の必要性から、アムトラックは心臓客車としてアムフリートを二次に分け発注した。このアムフリートは、同じバッド車制、メトロライナー電車を元に設計されたため、丸みを帯、び、コルゲートで覆われた独特の車体や、 側面の固定窓の形状などの類似点が見られる。アムフリート I の座席。アムフリート II が装備するレッグレストがない。最初の発注は1973年10月12日に70台のエンド SDP40 回形ディーゼル機関車と GEE60 系電気機関車11台と同時になされた。 最初のアムフリート愛として知られるグループは、K492 両で、内訳は以下の通りである。アムフリートの第一陣は1975年8月5日より運転を開始した。アムトラックは1975年はアムフリートの年であると PR し、時刻表においてもアムフリート仕様の列車をアムフリートサービスと明記し強調した。アムフリート2の座席。 座席下部にレックレストを備えている。ヘリテージ荷物車、ビューライナー寝台車、ホライゾン客車などと根血で運転されるアムフリート2アムトラックは1981年から1983年にかけて二次発注をかけアムフリート2と呼ばれるグループが総計150両誕生した。内訳は以下の通りである。これらアムフリート2車両は長距離列車の座席車の 置き換えを目的として導入されたため、大きな窓ガラス、広いシートピッチ、折りたたみ式のレッグレストを備えている。これらアムフリート2は座席車及び軽食堂車のみの製造であり、寝台車は製造されなかったため、夜行列車の多いアムトラックにおいて座席車などをアムフリートに置き換えた上で旧来の荷物車、寝台車、食堂車などと根結での運転も広く見られた。 可動性 N ゲージ模型によるアムフリート I とアムフリート II の比較。デッキの数、側窓の大きさ、デッキドア窓の形状などが異なる。アムフリート I とアムフリート I の大きな相違点は1両あたりのデッキの数である。アムフリート I は車両両端の2箇所にデッキがある。アムフリート I は片側1箇所のみである。バッド車は 合計361両のアムフリート合座席車を製造した。うち90両が長距離列車用、そして大部分を占める271両が短距離列車用である。アムフリート2座席車は合計125両製造されたが、全車が長距離列車用で59席を有する。アムフリートの普通座席車は基本的に全車が片側2席の配列になっている。ただし、 アムフリート2座席車については、日本の特急型車両のように、車椅子スペースを設けるために一席のみの配置となっている箇所が、車端部に1箇所だけ存在する。アムフリートの座席背面には、飲食に使用できる折りたたみ式のテーブルが備わっており、座席の上下には、荷物だな、荷物収納スペースが設けられている。化粧室は、片側の車端部に設けられている。 車端部には荷物棚が設けられており、中には自転車用のラックが用意されている車両も存在する。1980年代、ほとんどの長距離列車用アームフリートアイフツー座席車は改装され、北東回廊のメトロライナー用上級座席車となった。62席のビジネスクラス車にしても72席の短距離用客車にしても全車に対し、 これまでに何らかの改装工事がなされている。アムフリートアイクラブリネットのフリースペースアムフリートカフェカーの中央、教職カウンターバット車は54両のアムフリートアイ、アムカフェ車と37両のアムフリートアイ、軽食堂車を製造した。アムカフェは中央に教職カウンターを有し、53人分の普通座席を有した。 軽食堂車は8人分のテーブル席と23人分の普通座席を有した。いずれの車両とも重量は11万ポンドである。アムカフェのデザインは人気がなく、アムトラックは1980年代から1990年代にかけて無数の改装工事を施した。例えば軽食堂車を全室テーブル席としたり、メトロライナー用の上等客室、クラブカーとしたり、 上等座席車とテーブル席の合わせ作り車にするなどの改造がなされた。2010年代までにほとんどのカフェカーはクラブシートと軽食堂車の合わせ作り車に改造された。中には全室テーブル席の軽食堂車となっている車両もある。5両の軽食堂車はテキサス州とセントルイスを結ぶ豊島町距離列車、インター、アメリカン号用に改造され、 普通座席を撤去の上ラウンジスペースが設けられている。また、21両がメトロライナー用に改造を受けている2010年代までに、2両が短距離用座席車に改造されたほかは、残るすべての軽食堂車が全室テーブル席に改装されている。アムフリートで運転される列車アムフリートは、米国北東部の河川連隔間や境外トンネルに対応しているため、 北東海道線などこの地域のアムトラック列車で重点的に使用されている。一例としてアセラエクスプレスとともに高速運転されるノースイーストリージョナルが挙げられる。アムフリートはサンホアキンなどカリフォルニア収穫船でも用いられていたが、1990年代以降、ホライゾン客車を経て2階建てのカリフォルニアカーに置き換えられたため、 これら西海岸地区での運用はほぼ消滅した。7月、8月のデルマー競馬場輸送や感謝祭の際、運行される、いわゆる多客輪が、サンディエガン区間に一列車残るのみである。西海岸北西部を走るアムトラックカスケーズにおいても、アムフリートは使われず、タルゴ客車で運転されている。ありがとうございます。